僕ね、よくこの事業って流行ると思いますかって聞かれるんですけれども、基本的に僕はそれは自分では考えないようにしてます。つまり自分がそれが流行るかどうかっていうこと自体を考えるのは無意味で、それってあくまで予測ですよね。例えばオリンピックで誰が金メダルを取るかっていう予測をしてるのと何も変わらないんですよ。何のエビデンスも示せません。ところが成功してる事業が前例にいくつかあるんであれば、成功する確率は高いですよねっていうことは言えるんですよね。なのでセルフ脱毛無人、これがまだ完全に成功とは言えないと。でもフランチャイズとしてほとんどの店舗が結構予約詰まってるなっていう状況だけは確認できてるんで、成功確率としては今のところ 50% です。っていうところまで行ってますね。僕が TTP するときはだいたい 90% っていう率になったときにやることが多いですね。